トワイラ・サープとワイラ・サープはアメリカ合衆国のダンサー、振付や著作家である。幼少時から映画などのアメリカの大衆文化に接し、後年それらを自らの作風に反映させた。1963年にダンサーとしてのキャリアを始め、1965年に自身の舞踊団を立ち上げた。初期の作風は、 当時の前衛的な情勢を色濃く反映したもので、野外や画廊、体育館など、通常の舞台空間ではない場所で上演され、時には音楽を使わないこともあった。やがて生育環境に由来する大衆文化の要素が作風に反映されるようになると、前衛的な立場から主流派へと自らの作風を変容させていった。ザ・ビーチ・ボーイズの曲を使ったデュース・クーペ ミハイル・バリシニコフの舞踊技巧とキャラクターを存分に生かしたプシカムズ・トゥ・ショブ、フランク・シナトラの歌によるシナトラ・ソングスなど高い芸術性と娯楽性を両立させた作品が多くの観客から強く支持され劇場に満員の観客を動員できるほどの人気を獲得した。1988年にアメリカンバレエシアターの芸術参与を務めるために 自身の舞踊団の活動を一時停止した。ABT の他にも、ニューヨークシティバレエ団や、パリオペラザバレエ団、英国ロイヤルバレエ団などとも共同作業を行った。ショービジネスに対する鋭敏な感覚を持ち、観客を楽しませる際に長けたサープは、映画やブロードウェイミュージカルなどの振り付けにも能力を発揮した。2018年5月24日に、 ハーバード大学から芸術博士号を授与されたのをはじめ受賞歴や博士号授与歴は数多いインディアナ州ポートランドの生まれトワイラという名は母親の発案でインディアナ州で開催された歌の呼び声コンテストの切り抜きにトウイラという名を見つけそれを劇場の看板でもっと入るように綴りの愛を愛に変えたというサンアップの母親は彼女が 唯一無二の存在になることを望んでいたため、世間に一つしか存在しない名前を付けたのだった。母親はプロの音楽家で、娘の音感を鍛えるために、ピアノで音階を弾いて聴かせていた。後年になってサープは、鍵盤の前で母の膝に座り、音楽を聴いていたことを、覚えている、最初の創造的な瞬間として挙げている。その後母親の導きによって、 二歳からピアノを習い始めた。通常の勉学と並行してフランス語、即記演説法、バトントワリング、ハワイアンタップ、ドラム、ビオラ、そしてバレエなども習い、ついにはそれらの学習に毎日15時間を費やしていた。バレエについては、アンナ・パブロは一座に在籍していた経歴を持つベアトリス・コルネットに指示している。1951年に、 一家はカリフォルニア州のサンバーナーディーノに移り住んだ。両親はこの地でドライブインシアターを経営していたため、幼年期の彼女は映画などのアメリカの大衆文化に接し、それは後年の作風に大きな影響を与えた。この地には目星コミュニティの類は存在せず、近隣の人々や遊び友達もいなかった。 幼年期のサープは双子の弟たちや妹からも孤立した生活を送っていた。テーマイたちは家の端に住み、サープはその反対側に住んでいた。これは彼女が自らに課した厳密な練習のスケジュールを一人で維持可能にするためで、後年彼女は分離が私の DNA の一部であると語っている。当初は精神科医を志していて、カリフォルニア州、 クレアモントのポモナカレッジに入学した。やがて美術史専攻に進路を変更し、ニューヨークのバーナードカレッジに編入して、文学博士号を取得した。学生時代に二度結婚、二度離婚の経験があり、一子を設けている。バレエやダンスのレッスンには継続して取り組み、バレエを ABT 付属学校の他イーゴリ・シュベツオフ、マーガレット・クラスク、リチャード・トーマスなど、ジャズダンスを ユージン・ルイス、マット・マトックスなど、モダンダンスでは、マーサ・グレアム、アルビン・ニコライ、エリック・ホーキンス、マース・カニング・ハム、ポール・テイラーなどに学んだ。バーナード・カレッジを1963年に卒業した後は、進路として表現者への道を選んだ。ダンサーとしてテイラー率いるカンパニーに入団し、1965年まで在籍している。 テイラーのカンパニーを対団したサープは1965年春に自身の舞踊団を立ち上げた。同年4月25日にハンターカレッジで開催した初公演ではタンクダイブという商品に一本のみを上演した。この作品は彼女自身とダンサーではない4人が出演するもので全部で7分程度の長さであった。キャリア初期の5年間ほどは 当時の前衛的な情勢を色濃く反映した作品が多かった。やがて生育環境に由来する大衆文化の要素が作風に反映されるようになると伝統的なダンステクニックへの比重が増えていき、前衛から主流派へと変容していった。この時期に彼女はモダン、社交ダンス、タップダンス、ジャズダンス、バレエなど様々なダンスのエッセンスを取り入れ、 その技巧を自在に発揮させるスタイルを確立した。1973年にジョフリーバレエ団のために振り付けたデュースクーペはザ・ビーチ・ボーイズの曲を使った作品で大成功を収めた。この作品でサープーのスタイルは多くの観客に受け入れられ、彼女のキャリアにおける重要なターニングポイントの一つとなった。とはいらサープ・サープは毎年のように話題作を発表し、 振付家として注目される存在となった。テレビ界も彼女に注目し、エイト・ジェリーロールズ、ザビックスピーセズ、スーズレックなどのサープをフィーチャーした番組が制作された。彼女は自身の舞踊団のみではなく、バレエカンパニーと積極的にコラボレーションを進めて、アメリカンバレエシアターやニューヨークシティバレエ団などとも仕事を始めた。ABET での第一作。 プッシュカムズ・トゥ・ショブでは、ミハイル・バリシニコフの高度な舞踊技巧とユーモアセンスを存分に発揮させ、彼の最大の当たり役の一つになった。フランク・シナトラの歌を使った、シナトラ・ソングスでは、優雅な社交ダンスのムーブメントに、スリリングなサポートを組み入れたものである。ナイクビーでは、1984年に、ジェローム・ロビンズとの共同振り付けで、ブラームス、ヘンデルを発表した。 1970年代後半からは、商業映画やブロードウェイミュージカルにも活動の領域を広げた。映画では、ヘアー、ラグタイム、アマデウス、ホワイトナイツ、ビアクヤなど、ブロードウェイミュージカル、雨に歌えばや、ムービングアウトでも振り付けを担当した。1988年、ABT の芸術顧問として招聘されたのを機に、 自身が率いる舞踊団の活動を一時停止した。この時舞踊団に所属していたエレインクドウヤギル、ボックスなどのダンサーも ABT に入団した。ABT では新作、インジアッパールームを振り付け、この作品は1989年の日本公演でも披露された。パリオペラザバレエ団、英国ロイヤルバレエ団などとも共同作業を行い、 ロイヤルバレエ団のために振り付けた全幕バレエ、ミスター・ワールドリー・ワイズで新境地を開いた。この作品は作曲家ジョア・キーのロッシーニの生涯をモチーフにしたもので、初演者は当時ロイヤルに在籍していた熊川哲也であった。2015年、サーアップの舞踊生活50周年記念ツアー公演がアメリカ各地で開催された。この公演は9月のダラス公演を皮切りとして、 アメリカ各地の17カ所を巡るツアーであった。ツアーの先週落は11月22日にニューヨークリンカーンセンターのデイビッド・イーチコーク劇場で行われた公演でサーップは2つの新作を披露した。エミー賞2回、トニー賞1回をはじめとして受賞歴は数多い。サーップは著作家でもあり、自伝、プシカムズ・トゥショブをはじめ数冊の本を書いている。 彼女はアメリカ芸術科学アカデミー会員及びアメリカ芸術文学アカデミーの名誉会員である。2018年5月24日、ハーバード大学はサープに芸術博士号を授与している。サープは多作な振付屋で初期の前衛的な立場から始まって作風を様々に変容させながらも2015年の時点でおよそ160作以上の作品を 制作している。彼女自身は、いわゆるジャドソングループそのものとはほとんど、関わりを持っていなかったが、初期の作品については彼らとの共通点が多く、見受けられる。サーアップは、ダンスとは何かというポストモダンの命題を、自らの方法論で探求し続け、その中から導き出された、どのように踊るべきかという問いに回答を与えるべく、模索し続けるプロセスの連続であった。 サープはダンスにおける飲酒を打破する気概の持ち主ではあったが、同時にジャドソングループなどが拒否していたダンスの伝統や舞踊技巧にも敬意を払い、観客とつながる力を重要視した。最初期の作品、タンクダイブは、ペトラ・クラークのヒット曲、ダウンタウンを使った商品である。自らこの作品に出演したサープが、長さがメートルからメートルにも、 及ぶ靴を履き、足の付け根から状態を直角に折り曲げている写真が残っている。リーコールムーブスやジャムなどの作品はジャドソン記念協会を会場として演じられた。前者ではダンサーが巨大な箱に入って観客から見えない状態で終了し、後者では3人の女性ダンサーがストップウォッチを手に、時間を計測しながら歩き回ったり、手の中の卵を、 床に落下させたりという場面で構成されていた。この時期の公演は通常の舞台空間ではなく野外や画廊、体育館などで上演され、時には音楽を使わないことさえあった。このようにサープの初期作品では前衛的な傾向が色濃く出ていた。初期の作風について舞踊評論家の上野ふ佐さ子はポストモダニズムとの共通点を指摘している。 前衛的な作品の最後のものとされるのは1970年のザ・フーガという作品である。登場するダンサーは脚部にマイクを取り付けていて、それを通して聞こえる足音に合わせて、ステップを様々に変容させていくものであった。バッハの音楽の捧げ物からそうを得た、この作品に登場する個々のフレーズは20カウントの長さで一見して単純なものであるが、 対法的に変容していくステップとリズムを視覚と聴覚を駆使して判別するのは容易ではない。この作品に見られるような複雑で巧妙な構成が彼女の作風における一貫した特質である。経歴の不死ですでに述べた通り、サーアップの転機となったのはデュースクーペである。ロバート・ジョフリーが自身のバレエ団のために移植したこの作品は クラシックバレエのダンサーとサープの舞踊団のダンサーが同じ舞台に立ち、クラシックバレエのアカデミックな振り付けを踊るダンサーの周囲で他のダンサーたちがジャズやポピュラー文化の影響が濃いモダンダンスを踊るものである。サープはデュースクーペにおいてモダンダンスがバレエ界においても重要なポジションを持つことを体現してみせた。サープの作風は 前衛的なものから正統派へと変容し、クラシックバレエはもとより、モダンダンス、ジャズダンスなどを自在に取り入れた、娯楽作品を次々と作り始めた。サンアップの最大の成功作は、プシカムズとショブである。バリシニコフの舞踊技巧を生かすためのショーケースでもあった、この作品で、彼女はクラシックバレエの典型的ダンサーであったバリシニコフに、 山高帽をかぶったお茶目な女たらしのキャラクターを与え彼のコミカルな面を存分に引き出した。プッシュカムズ・トゥショブの成功によってサープは振付家としての名声と地位を格好たるものにした。前衛的な振付役だったサープの変容について日和見主義などと批判する意見も一部に出ていた。サープはそのような批判を意に介することことなく 世界各国の有名バレエ団に作品を提供し、ハリウッド映画やミュージカルの振り付けを手掛け、マスコミへの露出も多かった。彼女はダンス界のアメリカンドリームの体現者という異名まで与えられるほどの成功を手にした。サープーはジョージ・バランシンを死と仰ぎ、その音楽性や作品の完成度に敬服していたが、実際には特に面識などはなかった。 彼女は自らのイマジネーションの中でバランシンを自作の稽古場に招き入れ、バランシンの視点で自作の試みがどう評価されるかという自問自答を繰り返したという。小ビジネスに対する鋭敏な感覚を持ち、観客を楽しませる際に長けたサープはバレエとモダンダンスとのボーダーラインを乗り越えて新たなダンスの世界への道を切り開いた。サープが A.B.T. で振り付けを始めた頃は、バレエダンサーがモダンダンスを踊ることはほとんどなく、出演するダンサーと観客の双方が彼女の振り付けに戸惑いを隠せなかった。プッシュカムズ・トゥショブの成功以後、現代のバレエダンサーたちのレパートリーには、モダンダンスやコンテンポラリーダンスが当然のように含まれることになった。サーアップには息子と孫がいる。 サーアップは小柄な女性であるが、野心と向上心に富み、頭脳明晰で和実にも長けている。ダンスへの普遍の情熱に支えられた彼女は、いわゆる昔方技の芸術家肌の人物ではなく、ダンスやバレエにとどまらず、映画やミュージカル、テレビ番組なども、表現の手段として平等に扱ってきた。2003年の辞書。 クリエイティブな習慣右能を鍛える32のエクササイズで、サープは最も尊敬するアーティストとして、モーツァルト、バッハ、ベートーベン、バランシン、レンブラントの名を挙げた。その理由として、彼らは絶望し、取り組み、成熟した。彼らの仕事は、最後には始めたところから遥か遠くまでたどり着いたと語っている。作風の変遷と評価で述べた通り、 サーアップは多作な振付屋である。サーアップがようやく振付の達人の境地に達したと自認したのは2000年の作品ブラームスとハイドンのバリエーションで彼女が58歳の時であった。当時の心境について前景書でついに私は心の中で見ることができるものと実際に舞台上でできることの間のギャップを埋めるスキルを手にしたのだと記述している。 情報源によっては、少年を1942年としているものも見受けられる。本校では、オックスフォードバレエダンス辞典、ピアニッシュも192から194の記述を採用した。ニューヨークのジャドソン記念協会を拠点として1960年代に活動したダンサー、振付への一団、ジャドソンダンスシアターなどとも呼称される。 設立に参加したのは、ルシンダ・チャイルズ、イボン・ヌ・レーナー、デビット・ゴードン、トリシャ・ブラウンなど。ダンスバレーにおける伝統と技巧を拒絶し、物語や演劇性を排除する点を共通の特色とした。彼らの前衛的な作品群が、後のポストモダンダンスにつながるムーブメントとなった。ありがとうございます。